警視庁のトイレカーお物車とは、移動式トイレとして用いられる自動車、もしくは資用を取り扱う、鉄道車用、自動車の場合、移動式トイレを仮装した車両がお物車と呼ばれる。災害時、もしくは、イベント会場や建設現場等で仮設トイレとして、用いられる。しばしば、バキュームカーと混同されるが、お物車とは異なる目的の車両である。トラックの荷台に1個あるいは、 複数個のトイレを設置する形態が多いとされる。鉄道による糞尿輸送も参照の古と華車のうち、死尿の輸送に用いられるものをお仏車と呼称することがある。ただし、日本国有鉄道百年史など、各種公式資料で制定や使用が確認されておらず、俗称というべきものと考えた方が良い。下水道整備のあまり進んでいなかった時代にあっては、 死業の処理は主に組取りで行われ、都市周辺の農村部で肥料として使用されていた。これらの輸送は、第8車やトラックでの輸送が主流であったが、昭和20年代頃まで一部では、鉄道輸送が行われた。ただし戦中から、終戦直後に行われたものは純粋な、肥料源供給というよりも、大都市で死業の処理が追いつかなくなったのを、 解決するために考え出された苦肉の策であった。国鉄には、資料輸送に関する規定が長く存在し、輸送を行った形跡はあるものの、大規模な輸送は行わなかった。民営鉄道では、京阪神急行電鉄京神線、石山坂本線などいくつかの会社や路線で、糞尿輸送が行われたが、いずれも電動貨車、有害貨車に声をけを積み込む形式であった。このため、 死業を直接積み込む形の貨車は一部にしか存在せず、記録に残る限りは以下の三社のみであった。現在では、そもそも極めて不衛生であることや下越えの使用自体に危険性があること、道路の発達や都市における下水道、浄化層の整備が進んだことにより、お物車の存在目的がほとんど失われており、このような貨車は現存しない。転じて 旧型車や詰め込み輸送に重点を置いた旅客車両などサービスダウンとなる鉄道車両を揶揄する俗称としてインターネットスラング特に2チャンネル用語として鉄道ファンの間で用いられる場合がある同様の俗称にお愛車がある現在では聞き慣れない言葉であるが当時としては普通の言葉だったようで西武鉄道が 糞尿輸送を行った際に実際に輸送列車が、お愛列車と呼ばれたり、同社自体が、西武お愛鉄道と、揶揄されるなど、お愛の語があちこちに登場する。戦争末期か、戦後すぐに行ったとする説もあり、その時に、お仏車の車種名と、称号、おが制定されて、大きいちけいという貨車が製造されたという。しかし、日本国有鉄道百年史にも、そのような記述はなく、 公式には確認されていない。と31型は、種ネの形式であるが、改版されずにそのまま同形式として扱われた。ありがとうございます。